丸の内トラストシティは、東京都千代田区丸の内一丁目の東京駅、八重洲口北側にある高層ビル。北側の丸の内トラストタワー N 館と南側の丸の内トラストタワー本館の二棟からなる。元は、東京駅の側線や東京鉄道管理局等のあった東京駅八重洲口に隣接した鉄道用地で、1998年2月10日に、 森ビル開発株式会社が日本国有鉄道生産事業団から1568億円で落札し取得した建築計画誘導方式による入札で落札した土地で当初丸の内一の一計画と呼ばれていたグランドセントラルをコンセプトとした機能を集積させたオフィスビルとなっている本建築敷地内に広場、駅と 周辺地域を結ぶ歩行者ネットワークの整備、国際ビジネスセンターの支援機能の設置、環境、防災への対応等の計画を策定し、都市再生特別地区として都市計画決定を受け、基準要積率が900%から1300%に緩和された。大愛木棟として敷地北側部分に2001年10月に着工。 2003年9月30日に竣工した。後に建てられた本館に比べ、高さが6割程度になっている。北町奉行所跡の史跡が整備された。主なテナント N 館完成後、近隣オフィスで働く者の憩いの広場として運用していたが、敷地の南側部分に建築され、2006年2月14日着工、2008年12月10日竣工。 この外区名称を丸の内トラストシティと命名し、2009年3月にグランドオープンした。主なテナントなお、本館と N 館の間にガレリアが設置されている。東京駅八重洲口オラ札から、森ビル開発プレスリリース、丸の内トラストタワー N 館竣工から、森トラストプレスリリース会社概要、丸の内トラストタワー本館竣工のお知らせから、 森トラストプレスリリース。ありがとうございます。